お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画ですね、以前ユーカファームさんのところに撮影に行かせてもらった時に撮った動画をねお届けしたいなと思ってるんですけれども、当初ね最後の方にねおまけ動画としてつけようかなと思ってた生き物のね映像があるんですけれども、ちょっとねおまけにするにはもったいないかなとも思いまして、今回ね、かなり尺としては短いんですけれども、皆さんにね珍しいトカゲを見ていただけたらなと思います。それでは早速本日の動画行っていきましょう。どうぞ。皆さん、ユーカファームさんのところね、撮影しに来たんですけど、なんとね、ちょっとおまけ動画にするにはもったいないぐらいの子がいました。こちら何ですか、このトカゲ。T プラスアルビノのストケスイワトカゲです。T プラスアルビノのストケスイワトカゲ。やばいっすよ、これ。これ、ハンドリングとかもしていいですか？はい、大丈夫ですよ。次はさ、皆さん。このゴツゴツした尻尾、これトゲめちゃくちゃ痛かったです、さっき触ったら。そうですね、これでも慣れてる方ですよ。テールアタックされたらえぐいですよね。そう、慣れてないとやります。いや、これテールアタックされたらめっちゃ血出るじゃないですか。出ます。すっごい強かったトゲが。かわいい顔してるな。これは今年でアダルトなので、多分ノーマルのオスとかけてヘテロを作ります。はあ、なるほど。ヘテロを作ってまたそれを掛け合わせて。 そうですね。はい、すっごい尻尾、尻尾これ、いやめっちゃこれ硬いんですよ。すごいな。多分僕の手が今温かいからすっごい落ち着いてますね、ペチャーンとして。もともともう慣れてる方ですね。おとなしいですか？はい、おとなしいです。真正面の顔、真正面の顔見てみて。あ、ベロ青いんですね。青いです。青舌っぽいベロなんです、ね。はい、まあ青舌と同じスキン系なので、はいはい、同じです。いやーすごいな。これ餌は何を食べてるんですか？小松菜とか。あ、野菜、そういう系です。野菜系なんですか？はい、で、たまにも虫食わせたりします。あ、たまに昆虫か。はい。はぁ、 いい顔してるな。これ結構寿命長いですよ。どのくらい生きるんですか、これ。20年ぐらいですね。オーストラリアの、生き物なので長いです。20年ぐらいも生きるんです。結構長いですね、はい。この子でどのくらい生きてるかとか分かります？これはまだ、2歳ですね。え、じゃあまだ全然じゃないですか。そうですね、これから先ですね。はぁ、これはもう非売品でコレクションです。これは非売品と。まあいいトカゲを触らせてもらいました。こんなの触れないですからね、うん。ショップで触らせてくれって言ったって触らせてもらえないですからね。ちょっと高いんだ。いやー、もうそうですよね。ベタ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 を、なんか一般の人が触れるようなトカゲじゃないですよね。すごいなー。これね、爪がものすごく強くて、下ろそうとしてもめちゃくちゃ爪でなんか引っかかれてますよ。まあ岩乗ったりしますので、やっぱり爪が引っかけられるようにはなってるんですよ。そうですね。ちょっと助けてもらってもいいですか？爪が、ごめんね。で、こちらのね、ストケスイワトカゲがね、T プラスのアルビノなので、目がね、T マイナスのアルビノに比べたら、だいぶいい方らしいので、餌食いとかね、そういったところも苦労せずにね、健康的に育ってるみたいです。で、今回はね、撮影のために一時的にね、こちらのブラケースに移動して撮影させてもらいました。いやー、こんなね、貴重なトカゲもね、見れるらしいのでね、なんか定期的に問い合わせしてみたら面白いかもしれませんね。それではまた。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。